ぜひね、ふくらはぎの太さをですね、気にされている方はぜひお試しください。小川慎弘です。はい、今回の動画は激痛でふくらはぎが鬼痩せする方法をあなたにお伝えしていきます。いや、実はですね、この夏場っていうのがですね、ふくらはぎが特に太くなりやすい時期なんですよ。なんでかって言ったら、僕なんかもそうなんですけども、普段はお仕事の時とかは靴を履くんですけども、休みの日ってサンダルを履いて生活することがまあほぼ多いんですけども、そうなってくると靴を履いててもこうすり足で歩いてたら、まあ、これ良くないんですけども、サンダルだったらやっぱりこうね、引きずって歩いてしまうことが多くなるんですね。そうなると足首が動かなくなって、こうすり足であることで動かなくなって、そしてまあ夏場とかはですね、まあ、クーラーとかで足元冷えて筋肉固まったりとか、そして余分な筋肉ついて足太くなっちゃうんですね。ですので、まあ、特に夏場はですね、このふくらはぎのケアをしっかりやってあげないと、みるみるこう足が太くなっていくっていう期間なので、ぜひね、ふくらはぎの太さをですね、気にされている方はぜひお試しください。では早速やっていきましょう。今回のミッションはですね、2つあります。まず1つはですね、足のむくみとか筋肉の緊張を取るっていうね、ツボ刺激なんですけども、これまず自分でね、どちらかやる方を決めてください。で、この膝下のね、ふくらはぎの方にはですね、内側にすねの骨、脛骨って骨、そして外側に腓骨って骨あるんですけども、このちょうど内くるぶしと外くるぶしからずーっと上がっていくと、脛骨の際をずっと上がっていって止まる場所、ここに陰陵線っていうツボがあって、外側の外くるぶしをずっと上がってきたこの骨の出っ張り、その下に陽陵線っていうツボがあります。この陽陵線と陰陵線を同時に親指でグッと中に押して固定します。この陽陵線っていうツボはですね、まあ、筋肉の緊張を緩めてくれたり、内側の陰陵線っていうのは冷えとかね、むくみにすごく効くツボなんで、ふくらはぎが太くなっている方はもうこの筋肉の緊張をとって冷えむくみを取るっていうダブルの効果がねありますので、そこを両方で押していきます。この刺激、ツボ刺激だけでもいいんですけども、そこから足首をこう曲げ伸ばしですね、この動きを加えていきます。これですね、今から1分やっていきますので、しっかりと両サイドから親指で押さえてやっていきます。でいきます、用意スタート。でこれね、結構冷えてる方は陰陵線も痛いし、で足の緊張きつい方はこの陽陵線を押さえてね痛いんですけど、この2つをですね押すとかなり痛い方はかなり冷えてね、むくみがあって足の緊張があるっていう証拠なので、ただまあツボ刺激なんで痛すぎたらそんな強くしなくても大丈夫なので、気持ちいい程度で押さえてください。もうすでにですね、ちょっとなんか足があったかくなってきた感じ、あとね、スーッとなんか血流良くなってきた感じがあるんですけども、もうこの時点で足軽いですね。はい、これで1分ですね。もう全然もう血色も違うし、すごく足柔らかくなりましたね。そしてここからミッション2つ目ですね。今度は激痛ポイントなんですけども、今度は膝裏の筋肉を狙っていきます。ちょうど膝裏ですね、この太ももの外側から膝の内側、脛骨の方に向かって斜めに走ってるね、膝下筋っていう膝裏の筋肉があるんですね。これはまあ腰が負担かかってくると、この辺張ったりとかですね、立ってる時にどうしても緊張しやすい場所で、ここが硬くなると膝裏を通る血液の流れなんかも悪くなって、どうしても疲れが溜まりやすくなります。ですので、そこを刺激していきます。これはですね、両方のこの4本指で膝裏からグーッとこう両方で押し上げて、まずねコリコリしてるとこ探してみてください。太ももの外側から膝の内側の方に向かって斜めに走ってますから、その辺りをこう指でグリグリ触って、そこを両方の4本指でグッと前に押し出しましょう。ちょっと痛いぐらいで押さえてもらって、そのままキープして、でまた同じく足をですね曲げ伸ばししていきます。これはまた1分いきますね。では用意スタート。この膝裏の筋肉はですね、結構まあ腰痛い時とか、まあ、普通に膝とか足元、下半身ですね、下半身の痛みなんかでもよくね、治療で使ってるツボなんですけども、この辺緩めると足すっごい軽くなりますね。
ここは少々ねちょっと強いぐらいでもやった分だけすっごい足軽くなりますので、まあ、ここはまあちょっと痛気持ちいいぐらいでねちょっと痛み攻めてみてください。はい、これで1本ですね。さあ、両方終わって、分かりますかね、もう右足の方がかなりすっきりと血色なんかも良くなりましたね。で、これをすることで、まあ、足の冷え、むくみ、足の緊張を取れて、ふくらはぎをね、細くすることができますので、まあ、ふくらはぎ気にしている方はですね、ぜひ続けてお試しください。はい、では今回の動画ね、ちょっとおさらいしていきますね。今回ミッション2つですね。で、まずはですね、ミッション1つ目、これ、ツボ刺激なんですけども、この膝の内側、脛骨っていう骨と膝の外側、腓骨っていう2本骨があるんですけども、ちょうどこのくるぶし、内くるぶしのとこをずーっと上がってきて、この骨の際を上がっていって、ピタッと止まるとこ、陰陵線っていうツボがあって、逆に外側のこの外くるぶしをずっと上がっていって、出っ張ったとこ、ここに陽陵線っていうツボがあります。これを両方の親指でグッと押して、ツボ刺激をします。ツボ刺激をしながら、足首をですね、曲げ伸ばししながら動かしていきます。押すだけよりもですね、足首を動かした方が指がぐいぐい中に入っていく刺激もできますし、しっかりとこうね、足首を動かすことでふくらはぎの筋肉も動いてくれますので、血流とかね、むくみの循環なんかも良くなります。で、陰陵線は冷えとかむくみにすごく効果的なツボで、陽陵線はですね、筋肉の緊張なんか足の疲れなんかを取ってくれるツボです。 OK、 で、これがまずミッション1つ目ですね。続いてミッション2つ目、今度は膝裏の膝下筋狙っていきます。で、筋肉はですね、この太ももの外側から膝の内側を通って脛骨の内側の方についてます。斜めについてるわけですね。それを両方の4本指で膝裏からグッと前に押し出す感じで押さえます。ゴリッとする筋肉をグッと指で捕まえて刺激しましょう。で、押さえて痛くてもですね、ここちょっと痛いぐらいの方がね、効果的ですので、痛気持ちいいぐらい、まあ、もう痛みきつい方はもう優しくいってください。で、やっていきましょう。まあ、これはね、ふくらはぎの太さを気にしない方も毎日のね、足の疲れもね、すごく予防してくれますので、まあ、毎日のケアとしてね、毎日やることはね、すごくお勧めしますね。はい、これで終了ですね。さあ、これで両方とも足がすっきりしました。毎日夜ね、お試しいただくことで、1日のリセットとして、足をすっきりして毎日続けることで、だんだんとね、徐々に足も細くなってきますので、まあ、最初に言った通り、こう夏場ですね、こうサンダルとか履いて、いつもよりも地面をすり足上げているような方なんかは、ぜひね、ご活用ください。はい、では今回の動画を見て、ね、いいなと思った方、高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。